白雲の章、守護の説、女神の行方。守護聖人セーロスはかつてのこの季節に姿を現した。フォドラ中で巻き起こる戦火に心を痛めた天上の女神が使わしたのだ。セイロスの頭上では白き者が翼をはためかせ、戦いに赴く彼女らに文字通り追い風を送ったという。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。給料は5000円。あの銀装備整えるのに結構金使っちゃったからね。このような夜更けに何を。ほう、盗み聞きか。いい趣味をしておるな。先生、今は静かに。あれはエンテイとモニカ、それにモニカを助けた魔導士じゃの。復讐の時だって早すぎだろ。焦りすぎだ。奴の名はわからない。だがもう少し耳を傾けていればわかるかもしれない。うーん、奴らの企みを暴くまたとない機会じゃ。我慢せい。タレス様が助けてくれるなんて、もうめっちゃ感激。お主が死ねば我らの身の神秘が暴かれる。それを防いだのみ。ってかこんな目立つとこで話してんのこいつら。そもそもこれどこ、教会の中だよね、入り口付近。いやいやいや、こんなところで3人揃って話してんのおかしいだろ。ってか盗み聞きしているさ、自分たちもどこにいんのこれ。それにお主には残っておろう、やらねばならぬことがな、クロニー。もちろん、ゾロンと協力してやるよ。任せといて。うるさい奴だ。お主には煩わしかったか、エンテイよ。目を離せぬのだから致し方あるまい。お主は我らの最高傑作、汚れた獣の血を焚き火とし、神をも燃やし尽くす炎なのだから、今こそその力でフォドラを洗い流すとき。それこそが我らの救いとなる。ダスカーデ、アンマルデ、むごたらしい行いを繰り返してきた貴様らに果たして救いなど来るかな。全てはお主が力を得るためにやったことではないか。やっと見つけた。まあまあ、まだまだ待て。今を逃せば機会はない。ネズミか。気づかれた。いや、気づかれたっていうか、どっちもどっちだよね、これ。聞いたところで何もできん。今までも、これからもな。消える能力欲しいよね。どうした？いや、違う。そんなことがあるはずがない。先生、撃つべきは奴らだ。俺の家族も、ジェラルト殿も、みんな、奴らが殺した。ひとまず修道院に戻ろう。園庭の探検は、俺が持っておく。結局探検を園庭が投げて、それをどうしたの？外れたの？イングリッドの誕生日です。そうだな、ここはお茶会を開こう。何がいいんだろうな。
ミント、ミントとか良さそうじゃん、いっぱいあるから。ハーブは、ハーブとかミントとか、まあ、数があるやつがいいよね。1個はねちょっと使いたくない。三日月茶2つあるか。ちょっとこっちの方が高級感があるよね。清涼感のある香り、これちょっと使おう。招いていただきありがとうございます。お茶を勧める。ありがとうございます。どうぞ飲んでくれたまえ。おいしいです。トーク。え、なんだこれ、わかんねえ。学校生活の思い出。トーク。今ときめいている。ぐいぐい行きすぎだろ。いつもありがとう。はい、ここはまだちょっと待とう。あの人の年齢は？素敵な騎士の話、紋章の有無について。え、何これ、なんかどれも微妙そうじゃね。あの人の年齢は？紋章の有無、はい、あ、会話が弾むんだこれで。先生はいつから剣を習っていたのですか？私は5つの時からなのですが。え、ちょっと待って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 、感心する。いいえ。え、グレートティータイム、まあ、いっか。ごちそうさまでした先生、おかげで楽しい時間を過ごせました。まあめちゃくちゃ上がったね。てかメルセデスちゃんとかどうなってんだ。あ、音楽が悲しくなってる。え、ちょっといろいろなんか資格試験とか一回揃えよう。じゃあちょっとね、スキルとか装備を見直しました。で、ミカミックスですね、一応兵種極めたんだけど上級職、ま、剣メインに使ってたんでやっぱソードマスターになっちゃうんですよね。でそうするとちょっとかぶっちゃうかなというところで勇者を目指します。なので今後はちょっと斧を鍛えていきます。斧 C までして勇者に持ってって、あとはまあそんな感じかな。慣れる人を先にやっていくんで、あ、イングリッドちゃんね、イングリッドちゃんもドラゴンナイトになりたいんですけれども、ドラゴンナイトになるためには斧を鍛えなきゃいけないと。でなんか槍を使う飛んでる上級職がないんでね、そうするとどうしても、まあ、槍ってなるとパラディンになっちゃうんだけど飛んでいたいんでドラゴンナイトを目指していきます。まあ、そんなところ、他の人たちはまあちょいちょい見ていきましょう。で今日は散策をしていきます。遺品を探そうと、まずソテスにまた話しかけよう。泣きたいのならわしが話し相手になってやるぞ。いや違う。もう立ち直ったか。お主は本に気骨のあるやつじゃな。ならばわしも何も言わぬ、前に向かって進もうではないか。ではクエストもあるけれども、まあ先にジェラルトの部屋に行きますか。あなた。え、なんですか。なんか話しかけられたんだけど、特に何もない。ここ釣り、あ、経験値になった。あ、結構もらえたな。しかもソティスがいる。ん？その本の裏に何かあるな。ちと取り出してみよう。指輪、小さな革袋だ。中には指輪が入っている。この指輪見覚えがあるの。思い出したぞ、いつだか墓の前でジェラルトがお主に見せておったろう。この指輪いずれお主に譲るつもりだと言うておったし、もらっておいたらどうじゃ。いつか大切な人ができたら送ってやれ。確かそんなことも口にしておったな。よく覚えてるね、俺全然忘れてたんだけど。あれ、もうクリア。いつか大切な、え、もうちょっと日記を読みたかったんだけど。俺的には日記の続き、多分ジェラルトがこうレア様に不信感を持ってく的な
話が聞ければなと思ったんだけど、そういう感じではないんで、ここへ行こう。兵士くんがいる。おかしいだろう。何か。俺、この間ジェラルトさんに稽古をつけてもらったばかりだったんだ。なあ、どうして、なんでジェラルトさんが死ななきゃならないんだよ。だっておかしいだろ。あの人が何したって言うんだよ。いいやつだお前は。とりあえず拾えるもん拾っとこう。すげえいっぱい怒ってんな。こんなもんか。兵士クエスト。頼みを聞く余裕はあるか。アドラステア帝国のこの家兵たちが演習の相手を探している。彼らは精鋭揃いという話ですが、先生なら良い勝負ができるのでは。戦闘演習を行おう。やろう。頑張ってください。どこ、この光ってるやつは何なんだろうね。ただ会話があるよって。俺だってそれだけかな。ちょいちょい光ってるね。該当する人物がいないけど、一般兵の話が聞けるときに光ってんのかな。あれ、なんだ。足元に落っこってる。やれやれ。ジェラルト殿。先生お疲れ様です。本日は異常なしであります。あ、そうだね、そんな感じだね。じゃあ士官学校のところにもいるみたいなんで、せっかくだから話しておきますか。そうね、モニカが敵だったって聞いて妙に腑に落ちたような感じがするんですよね。あの子ちょっと変だったし、何がって言われると困るんですけど、そういえば彼女暇があればいつもエーデルガルト様に絡んでいたけれど、まさかエーデルガルト様は。いえ何でもありません。探検の件もあるからね。マヌエラ、彼女に憧れるもの。他はじゃあちょっと訓練所、あれどこに行けばいいの。そもそも、あ、もしかして出撃して戦えってこと。またクエスト系か。結構今カツカツなんだよな。学校弓術、やべ超自信ね。推奨レベル20以上、アッシュとかギリギリ20だよな。上級試験パス欲しいな。いやー無理だよこれ。いい勝負だもんだって、普通にイグナッツと。普通さ、防御力が高いやつを組み出した方がいいんじゃないか。結局クレームの弓でしょ、使うの。長い戦い。これが戦いなので。いやもう次で絶対死ぬよ。ヘルが出たら強えし、普通に100円とか。先生、いや無理だこれ。ドゥドゥアーマーナイト出して大丈夫かな。ちょっとやってみよう。防御力はこいつが一番強いからね。こっちも強くね。命中がちょっと低いけど、無理だ。諦めろ。弓術とか関係なくてゴリ押しだよ。かわされたか。無駄無駄無駄。クリティカルを出そうが、何本矢を打ち抜こうが、この俺の体を貫通することはできん。悪く思う。3発で勝つ。 64%。 長い戦いになりそうだ。甘い。こっ、一回攻撃してくるからね。
あれ？ひどくないこれ？そういうこと？なんでよ、ずるくない？俺の作戦は無駄だったというか、上級試験パスか。まあいいや、ちょっとデミトリいるから話しとこう。おかえり、先生。お前の敵は俺の敵でもある。他の誰でもない。お前が望むままに槍を振るおう。さらばだ。ちょっと、そっかそっかそっか、毎回毎回温室に行こう。先生。お、瞬速人参とかいうのがある。これすげえ。フォードラ、モルフィス、果実、育成、種、回収からの、あと話したい人だよな、メルセデスちゃん。ちょっとお茶会に誘えるかな、エーテルガルト。ジェラルト殿のこと残念だったね。久しぶりにエーテルガルトと話したな。力になれることがあれば言って。それが復讐でも、力を貸すわ。彼らに好き放題されるわけにはいかないでしょう。スパイス祭って何？メルセデスちゃん、祝福ゼリー。お菓子作り、そうね、やっぱり。あら、幸運だからね。まあいいや、スパイス祭ちょっとやってみよう。辛い料理、辛いもの好きか。シルバンとかエーテルガルドもそうなの。まあいいや、フェリックス、たまには男と食うか。マヌエラ先生、ほう、お前はどうでもいい。これは素晴らしい料理ね。デートの店に出しても恥ずかしくないくらい。で、さらに、あれ、メルセデスちゃんどこにいんだ。メルセデスちゃん、ちょっとお茶会に誘いたいんだよな。あ、いた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 。先生、先生、元気になってよかったわ。本当に心配したのよ。そうだ、先生、お腹減ってませんか？メーチェと二人でお菓子焼いたんですよ。その甘いものを食べたら先生もちょっとは元気が出てくるかなって。さっき辛いもん食ったばっかなんだけど、ありがとう。今回のお菓子は最高傑作なのよ。きっと元気が出るに違いないわ。でも辛いもの食ったら、あと甘いものを食う。お茶会に誘う。あら、ありがとう。茶葉を選びましょう。さて、この子も清涼感とかいいやつがいいよね。成人ってあれなんだ、ちょっとランク低いんだ。3を使おう。3の中から選んでこう。三日月茶、月のような優しい口当たり、これにしよう。先生、私を呼んだ。あら、このお茶私大好きなのよ。先生とは趣味が合いそうね。ほらほら、完璧じゃないか。お茶を勧める。 ありがとう。暑いわね。なんか文句言われたんだけど。あら、気になる仲間の話、紋章の有無について。これまた、ちょっとわかんねえんだ。気になる仲間の話なんてしたくないんだけど。紋章の有無、2人の連携。そうだよね。これは修道院でしょ。門番の勤務時間の話とか超どうでもいい。何でも相談してくれ。なるほど。まあまあまあね。たまには教会にいるお母様にもお手紙を書いてあげなくっちゃね。笑う。笑うって何？どういう笑い方だったの？グレートティータイム。そのさ、わははははじゃなくてさ、にこやかに笑うのをちょっと俺的には想像してたんだけど、思ってたのと違ったのかな。先生、
来る。もう一回お茶会誘えんの。贈り物しよう。これ誰でも喜ぶって言ってるからね。あらあら、やる気アップ。先生、そうだ、アネット、そういえば、あ、やる気ちょっとあれだよね。なんかクリップあるから送ってあげよう。よし、まあそんなものかな。こっちちょっと見てみるか。市場、あれ来てたっけ。来てなさそう。あ、いる、商人。いらっしゃいませー。あー、ここら辺欲しいは欲しいけどな。あ、これちょっとなんか買っとこう。4、貴族が好むローズティー。これ買うたっけ。ほんとたっけ。ありがとうご、こちらでよろしい。スパイスティーはちょっと多分使わないな、俺の狙ってる子に関しては。またどうぞ。マジ金ねえわ。ここら辺の贈り物か。まあ、贈り物は結構持ってるからね。種がね、何が出てくるのかが分かんないからな。何個持ってんの。お目が高いね。使っとこう。じゃ、一番家来てしまった。で、ここら辺は、まあ、あの出撃の時にも選べるし、そう、武器鍛えていくと結構強くなるんだけどな。アーモンドティー、なんか魚が起こってた。まあ、騎士団はね、ちょっと一回整理したんで大丈夫でしょう。じゃあどうしようか。誰かなんか習いに行くか。もうマリアンヌ無理だな。諦めよう。諦めが肝心。魔力が足りなすぎる。あれ、なんかいる。え、何この袋、こんなやついたっけ。あ、レア様って何教えてくれんだっけ。あの、もう大丈夫なのですか。あなたの悲しみは押し量ることしかできませんが、私もかつて母を奪われました。その時は本当にごめんなさい。思い出したら胸が詰まって言葉が出なくて、あなたの悲しみが癒されることを私は心から祈っています。教えてくれ。あ、黒魔法グッド。あ、そうそうそう、また例によってマクイル像のところに行こう。でしょ本当に。どんだけ怒ってんの。清掃員の人とかちゃんと仕事してんのかな。何買おうか。1600か。どっちにする。まあ、こっちにしようか。これでいいか。よし、終わった。また来てくれ。はい、また落ちてる。じゃあちょっと探索はこんなもんにしておきましょう。あ、赤いあれがある。指導方法、まあ、いつものあれだね。ちょっと目標設定、そっか、自分は関係ねえんだ。ディミトリは一応剣も鍛えてるからね。てか剣のレベルの方が高くなってんだけど、槍より。槍が C なんだ、まだ使ってはいるけど。だからディミトリあれなんだよね、銀の槍装備できないんだよね。銀の槍 B 行かないと装備できないから。フィリックスはまあ剣弓でしょ。アッシュも弓にして、イングリッドちゃんか、斧を鍛えなきゃいけないんだよね。もうペガサスナイトにはなったから、ちょっと斧、天魔も一回いいや。斧集中的に鍛えよう。あとはこれ、もうグループ課題も OK。 授業開始。先生、質問してもよろしくて。私も男の子とも普通に話したい。え、こんなのあれだよ、お兄様がすぐ邪魔をすべき。よく話し合ってくれたまえ。そうでしたな。やる気アップ。話し合いなんて絶対無駄だけどね。マヌエラ、応じましょう。あら先生、
ちょうどいいところに。大聖堂で何をしていた？懺悔していたの。私の愚行をね。それで、あなたにも懺悔したかったから、いいかしら？いいだろう。体で受け止めてあげよう。あなたには、これまでも散々迷惑をかけてきたわよね。男に振られるたびに仕事はすっぽかすわ。あなたにも当たってしまうわ。私ってどうしようもない女なのよ、はあ、このままじゃ一生独り身だわ。私、先生もそう思うでしょ？思う思わない、別に思わんよ。本当に？なら結婚できなかったら、あなた私と結婚してくれるの？いえ、お世辞よね。あなたの顔を見ればわかるわ。はあ、私の何がいけないっていうのかしら。もしかして顔？女は顔が命っていうものね。歌姫として一世を風靡した私の顔がダメってことはない気がするけれど。顔は問題ない。美しい。すげえ白々しいな。そうよね、問題ないって言い方はちょっとどうかと思うけど、それならまさか性格、私の性格に何か問題が？てん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 、問題はない。沈黙は肯定の意よね。そう、先生もそう思っていたの。確かにちょっとだけだらしないかもしれないわね。私ってちょっとだけ怒りっぽいし、ちょっとだけ物臭だし。でもそういうちょっとだけダメなところがあった方が男にウケるって聞いたわ。実際そういう子ほどいい男を捕まえてる気がするし、ダメなところがまだ足りないのかしら。もっとダメにした方がいい？私真剣にやめた方がいい。何よそんな急に真顔になって、ドキドキしちゃうじゃない。 B か。おう、私A。 パーフェクト。この二人の馬に対する技術はすごいな。身についてきたようです。この感じ覚えとこうっと。なるほど、こうして扱うのですね。得るものがありましたわ。ウィンド覚えた。よしよしよし。赤いやつはなんだっけ、魔獣がいるクエストが発生するとかそんな感じだよね。先生の目があると。歌の出来栄えはど？四季さん、この感触。レアの誕生日です。こっちはオファーできない。熱いもの苦手。なんだっけこの子。じゃあ出撃はね、どっかではやっておきたいんで、帝国領、アドラステアのやつとも外伝もやんなきゃいけねえしな。ちょっと2週間使う。なんか2月に入ると怖えな。全部まあ2月までではあるけど、レベル高っこれ。じゃあちょっとそうだね、戦闘は戦闘で1回使っちゃった方がいいんだよね、枠を。というわけで、まあ、散策会、出撃会、物語会と、なんか1ヶ月進むのにね、3回、その動画枠を使って、結構時間かかってるけど、まあ、しょうがないはしょうがないよね。まあ、そんなわけで、出撃を次回やっていきます。もし、1月の18もクエスト進めるようだったら、一緒に、クエスト会としてやっていきたいと思います。じゃあ散策はこれにて終了します。